こんにちは、ディスカバーオンラインです。こんにちは、はい、ディスカバーコーディネーターの今村亮です。皆さんよろしくお願いします。ディスカバーコーディネーターの恩地と申します。よろしくお願いいたします。はい、食パンが大好きな亮さんとですね、パン世界の平和を願っている私とですね、やってきて結構差がありますね、なんかね食パンから世界平和あ ありますね。ディスカバーオンライン第1弾、たくさんの方に見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube のですね、登録者数がなんとですね84人。ありがとうございます。はい、3000人以上の人が見てくれたんですけども、84人、あなたのことですよ。そう、皆さんぜひぜひですね、自分事だと思ってですね、今のうちに忘れないチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、スカバーオンライン第2弾決定でーす。ありがとうございます、はい。今回は第1弾で好評だったプログラムをもう一回皆さんに挑戦していただくというのに加えて、はい、新しいプログラムをもう一回やっていきたいと。皆さんも自宅で自粛しなきゃいけない状況の中で、家でやること学ぶことが絶対限界があるんじゃないかなと思ったんですよね。なるほど、なるほど。なんでこれはもう今やるしかないと思って、はい、お送りしたいと思ってます。オブリネーの先生方にですね、たくさんの先生方に協力いただいてですね、こちらおかわりとですね、はい、あとは新しい分野ですね、出していきたいと思います、はい、まずおかわりから紹介しましょう、はい、で第1弾が未来の教育の世界、これは4月までの期間で募集したいと思うんですけれども、はい、テーマは臨時休校あなたは何するということです。こちらはですね、前回と同じように Google フォームから応募いただいてもいいですし、はい、前回もありましたね、 Twitter で応募いただいても構いませんのでですね、はい、Twitter の場合はハッシュタグ臨時休校あなたは何するっていうのをですね、つけていただいてご応募ください、はい、こちらパワーアップおかわりというわけで、こちらはですね、募集期間ぐっと伸びます。6月のですね、末ぐらいにフィードバックを予定しております。前回お題2つありました。2つありましたが、今回はそのうちの1つ、パラドックスを発見しようという方に関してですね、追加で募集いたします、はい、でもう1つのお題に関しては、実は前回のフィードバック動画なので、先生にね、答え合わせいただいておりますし、そう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 、先生からですね、おすすめの書籍もいただいておりますので、はい、こちら興味ある人はですね、前回のフィードバック動画と、あと書籍をご覧ください。お願いします。まあ、皆さんの、ね、身の回りで発見したパラドックスとか、あとは授業をね、授業を受けていく中で、あれ、これってこの前習ったこととずっと矛盾しちゃわないみたいなことがあったりとか、あとは逆でも構いません、複数の、ね、授業がつながるみたいな形でもいいと思いますので、この授業で習ったことと、あの授業で習ったことがつながって、こんなことが分かりましたみたいなのもいいので、そういった皆さんの発見をですね、こちらパラドックスを発見せよっていうので、Twitter で応募いただいても構いませんし、はい、もちろん、Google フォームで、ね、応募いただいても構いませんので、こちらお待ちしております。すごい会社の世界。こちらお題はですね、突然ミティガン組織のリーダーを任されることになったらどうしますかというわけですね、はい、はい、これそういう境遇だった若い経営者の皆さんがやってくださったプログラムですね。はい、そうですね。こちらもですね、フィードバック動画ありますので、そちら見ていただいたりとか、あとはリーダーってなんだろうというのがね、はい、あると思いますので、はい、こちらはですね、昭和のですね、名経営者ですね、はいはい、このすごい会社の世界の担当の堀先生から推薦いただいた著書がありますのでですね、こちらを読んでみていただいて、みんなリーダーがどんなものかっていうのを学んでいただいてですね、はい、応募いただければなというふうに思います。というわけで、ディスカバーオンラインですね、第2弾も開催いたします。4月28日にですね、皆さんの連休前ですね、ゴールデンウィーク前にですね、公開予定でございますので、楽しみにしていただければというふうに思います、はい、哲学、面白そうですね。はい、面白そうですよね、まあ、高校までにはなかった部屋だと思うんですね、はい、大学のですね、哲学っていう分野を学ぶことができます。はい、やってみたい。博物館、これはなんかイメージがつかないかも。経営とか展示方法とか、まあ、博物館に関わること全てにですね、関する学問らしいんですけれども、それをですね、専門の先生がですね、もう一個ね、ある題材を持ってきて、それと組み合わせて、それをどんな風にですね、展示していくのかとか、どんな風に伝えていくのかみたいなのをですね、やってくださるみたいな。そして芸術です、はい、これは今の期間だからこそ、家からできるアートは何だろうってことを、絵を描くようなデザインみたいな領域や、はい、音楽、はい、ダンス、いろんな分野でね、お届けしてみたいと思ってます、はいはい、僕前回も大好評でしたがですね、すごかったですね、はい、熱量が、はいはい、今回はですね、また違った切り口でですね、航空の分野をですね、お伝えしますのでお楽しみにというわけですね。そして健康福祉ですね、今ね、みんな家長くことがあってね、そうそうそう、どうしてもストレス溜まっちゃったりするものですから、やばいやばい、今何してくのみたいなところも一緒に考えていければというふうに思います。こちら募集期間は6月までというわけですね。で、6月になったらね、みんなが集まってですね、本当はね、そうできたらいいですね、フィードバックができればと思ってますし、もし難しければね、オンラインになるかもしれません。僕らもね、この学びを届けられるとすごいワクワクしてますし、本当にです、はい、協力の方はですね、皆さんもですね、すごいワクワクしてるという聞いてもらったら、例えば先生によってはですね、すごい良い支援をね、期待してください、はい、これは先生かも、皆さんもですね、プラン応募待ってますみたいなって言ってくれたりとかですね、はい、あとはね、ワンワンみたいな感じで言ってくれる方もいらっしゃるみたいですね。ワン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 、これも何かのテーマ、そうです、あってみたいなお楽しみかもしれません。はい、
英語だとね、英語だとバグアウト、英語だとバグアウト、そんなわけですね。第1弾でおかわりとですね、第2弾開催いたします。じゃあ、りょうさん、最後何かメッセージありますか？はい、今回は特に、高校3年生にはぜひチャレンジしてほしいと思っていて、はい、高3の皆さんにはこうぶつけるところのなくなったいろんなパワーをこのミッションに取り組んでもらえたらいいなと思ってます。皆さんは受験改革最初の高校生、受験生にもなりますので、はい、これから新しくなる入試の中でここで得た学びをどんどん大学入試の成果として、バンバンアピールできるような場所にもできたらなと思っておりますので、ぜひぜひお家からスマホやパソコン、タブレットから参加してみてほしいと思います。じゃあですね、今回ですね、はい、応募してくれる高校生たちですね、はい、何かりょうさんからメッセージありますか？今言いましたけどね、ごめんなさい、ちょっとメッセージ性が弱かったんで分からなかった本日はですね、はい、以上終了していきたいというふうに思います、はい、じゃあ皆さんのご応募待っております。それじゃありょうさん、お願いします、はい、それじゃあ第2弾ディスカバーオンラインで会いましょう。ディスカバイバーイ。